はい、どうもこんにちは、兼業証券です。今日なんですけども、椎茸ビトのレシピを紹介したいと思います。以前ね、ふっくら焼ける焼き椎茸のレシピ動画をね投稿しましたが、結構好評で、個人的にもね大好きなレシピの一つです。ただね、ちょっと大人向けの料理かなっていうこともありまして、で今回子供を食べてくれるようにピザソースとチーズをかけてねアレンジしてみようと思います。簡単なのは変わりありませんので、こちらもねぜひ試していただければと思います。それでは早速作っていきましょう。まず椎茸の汚れをキッチンペーパーで落とします。この時水洗いはしないでください。香りと風味が落ちてしまいます。次に石突きを切り落とします。椎茸のひだを上にしてピザソースを薄く塗ります。そしてチーズを乗せます。これで下準備完了です。次にフライパンを弱めの中火にかけて薄く油を引きます。そこに椎茸を並べます。蓋をして3分から5分程度蒸し焼きにします。仕上げにパセリを散らして完成です。はい、完成しましたね。チーズもね、とろっと溶けてて美味しそうですね。はい、それでね、いただきます。あ、美味しい。ピザソースやチーズもかかってるんですけども、やっぱりね、この椎茸のジューシーさ、これが感じられてね、すごい美味しいです。そしてね、チーズがかかってるので、やっぱコクが増すので、それもね、またいいですよね。まあ、個人的に、ね、白ワインがね、一番合うんじゃないかなというふうに思います。もちろんね、ビールとかハイボールでもね、絶対美味しいですね。今回ね、この椎茸ピザだけを作りましたが、同じフライパンでノーマルな焼き椎茸を作ることもできます。まあ、一緒に食べる人の好みに応じてね、作り分けることもできますし、両方食べてね、この違いを楽しむということもできるかと思います。また今回ね、石突きの方を使ってませんが、まあ、前回の焼き椎茸の時のように、まあ、ちょっとね、半分ぐらいに薄くスライスして空いたスペースで焼いたり、それからね、スープなんか入れてもいいかなというふうに思います。またね、とっても簡単だったので、まあ、不要かもしれませんが、レシピの方いつも通り、ね、下の概要欄にまとめてますので、ぜひね、チェックしてみてください。はい、というわけで今回動画以上になります。この動画が面白かった、参考になった、そしてこの椎茸ピザが食べたくなった方、ぜひね、グッドボタンの方よろしくお願いします。またチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回、バイバイ。